マジか。殴りすぎるとダメか。あーこいつむずいな普通に。ちょっとだいぶ減らしてから狼を召喚したら楽そうだな。これ減らしてから狼召喚するか。ダメか、そうか、二段攻撃するのか。馬で飛びかかってきて二段目が来る。そう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 。盾を叩きつけてくる攻撃は衝撃波でダメージが入るからワンテンポ遅らせる。跳ねたらダッシュ&回避かな。飛び跳ねたらダッシュ&回避。それ以外は別にそんな難しい攻撃パターンはないな。あ、そうです。これチャンスだな。
ション上がってる。強っ。あ、LP が。頑張れ。まあまあ次はいける、次は勝てるぞ。スリーガード、オッケーオッケー、分かった分かった。召喚すんのは半分切ってから、それまでは自分で頑張る。開幕は2発殴れる。いった、食らっちゃった。マジか、そのパターンは知らん。これ召喚しなくても倒せるんじゃねえかこいつも。ツリーガードそんな強くねえぞ坂田さん。集中してるな貴様。あ、そもそもいないせん画面の中に。ギット倒したわ。お、ツリーガード倒してね。まっすぐ進みすぎだろ、マルギット倒したろ。もうそれ NPC が召喚できるってこと？何が？いや、マルギットのところで NPC 召喚できる。あ、なんでパターンが違うの？
で一発なんだけど、ツリーガード。これボードつけてないからじゃない。いや、つけてはいるけど、ショッキング。一発なんだけど、ツリーガード強っ歩きって言ってや。ここです。はい、終わり、倒した。あれ。何これ、黄金のハルバードっていうのを手に入れたんだけど。武器。武器装備できねえ。いや、こんな最初に手に入れてもって感じなんだけど。じゃあトイレ来て、めっちゃトイレ来て、ちょっと祝福まで帰ろうとりあえず。いでー。あ、でもめっちゃ柔らかいわ。あ、誰にちょっと俺普通に殴った方がいいな。